どうも、テッシーです。お世話になります。ファイナルファンタジー続きをプレイしていきます。これ下でしたよね。よし。というよりこの道が本当に合ってるかどうかすらもちょっと怪しいですが、まあ行くしかない。怖いわ。早くテッシー、早く。よしよし、オッケー。本当石になると直せない。まあアシュトが多分白魔法で多分直せるんだとは思いますが、何の魔法かがそれがわからない。でここ来て、じゃあ下か、じゃあここかっていうことで、よーしよーし。これ無理、絶対無理、絶対無理。オッケーオッケー、ぽいぽいぽい。わ、これは確定じゃない？ナイトメア。どんなやつよ。どういうあれかな、ちょっとわかんないっすね、もう。攻撃はそこそこ。鼻息。あーよかった。それだったら全然全然全然余裕。鼻息ってワンからあったんですね。6だと戦闘から飛ばされて除外されますよね。まあ戦闘が終われば元に戻ってくるといった感じなんですが、全然これだったら全然いいっす。他になんか攻撃してくるんだったら厳しいっすけどね。よかった、怖い怖い怖い。で宝箱がまあまずあると。ポーション使っちゃってんな。まあまあいいっすか。しゃあないしゃあない。癒しの杖、これはアシュトでしょう。癒しの杖って戦闘中とか使えたりするのかな。ステータス1928。ハンマーの方が強いとは思うんすけどね。そうですね。戦闘中使ってみますか、癒しの杖。ここ確定エンカウントっすね。持ち物、癒しの杖。さあ何か起こるか。おお、これは強い。あ、じゃあ力の杖ってさ、ヘイストなんじゃない？あれ？違う。あ、でもこれさ、全員力上がったらやばいよ。うっつ。ん？何にも効果が何もなかったみたいな感じ？いや、でもそしたら癒しの杖はマジ使いまくりよ、俺。もうこれ、回復できるからね。多分でもヒールでしょう。アシュトの回復量を見てみれば、そうですね、ヒールですね。いやー、これはいいね。全体回復の無料回復はマジでかいっすから。寝袋毎回使ってるみたいな感じですよね。どういう例えかよくわかんないですけど、まあ効果的にはそんな感じですもんね。よしよしよし、これはそこそこでかい。でもちゃんと回復はさせておく。よし行こう。3つあるね。
多分どエンカウントするでしょ。しない。鋼の子手はいらない。アイスブランドもいらない。防具だなこれは。そしたらどうしよう。鋼の子手捨てましょうかね。ルビーの腕は、あ、これはそこそこ強いんじゃない。だから銅の腕はを装備。よし、多分結構26、60。お、強い強い強い。よし行こう。で回されて真ん中に行くパターンとかそういうあれかな。まずい、これはこれはデスエンカウントですね。よしよしよし。7340-1455。コテージ、ここでは使えない。空っぽ。お、これは本命ですね。まあ多分なんかボスとかいいんじゃない。まあエンカウントするでしょう。しない。ネズミの尻尾、なんか重要アイテム手に入れたあれですけれども、なんか臭くないかこれ。捨てしまおうか。いや、まずいんじゃない。誰と誰が喋ってんのこれ。え、うわー、そういうことか。やばいやばい、これが実質ボスってことか。ドラゴンゾンビだからファイが、ドラゴンゾンビってめっちゃ強いやつじゃんね。あれ強いやつっすよね。うわー、ボキャル効果がなく、バコルド、インビジ使っとこう。あー、ヘイスト使っとけばよかったかな。あー、麻痺か。よかったよかった、麻痺でよかった。うわ強い。シグルにもちょっと頑張ってもらわないと。だからここはケアルアが使えないから、ちょっとケアルア、これちゃんとしとこう。ちゃんと回復しよう。これはおーし、よかった。ヘイストシグルにしてあげて、ケアルアでライアもちゃんと回復。俺、いや、ちょっと待って、ちゃんと1体ずついこう。で、サンガーかな、そしたら。あー、ちょっと取っときたいな、ヒーラーは。癒しのせいでいこう。よしよし、オッケー。おーし、おーし。あとは、ちょっと、この2人の攻撃がもったいないけれども、なんとか。OK, OK. 癒しの杖様々ですね。OK, OK. これで大丈夫でしょう。回復、回復、回復。決まっちまえ。よーし。よし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 、これで帰れると。ちょっと待て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 、これがそうか、勇気の証なのか。もしかして勇気の証でしたっけ。姿を変えているみたいなこと言ってましたから。よし、変え、これで出よう。コテージ、コテージ、コテージ。よし、これで一安心ですね。さっさと飛空艇まで戻ろう。いや、こいつらがほんと可愛く見えるわマジで。あのファイラ野郎やべえから普通に。よし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 。これで
王様にバハムートか、バハムートにあげて、まあ何かしらストーリーがなんか見えてくるでしょう。でよくやった、なんか力のあるものよみたいな、どこどこへ行けみたいなね、パッと教えてくれるでしょうね。サーベルタイガー、ちょっとサーベルさんは様子見してみようか。クエイク全体か、それも面白いですね。ちょっとクエイクで一気に終わってくれればよし。それに越したことないんですよね。あ、全然効かない、全然効かないタイプですか、あなた様は。あなた様は全然効かないタイプですね。なるほど、わかりました。これファイが行って、ケアルダ、おーし、危ない。テッシーの攻撃で終わりますね。おーし、おしおし。いや、ほんと一時期ね、飛行石手に入れる洞窟ではどうなるかと思いましたから、ほんとに。で、入れ替えですね。何気にね、この入れ替えのところが FF のメインテーマなんですよね。よし、行こう。で、ちょっと待って。まあ、ちゃんと回復してあげとこうね。どうせもうすぐ戻ったらすぐ回復できるから、魔法は。ふぅ。ほんと北の洞窟、あの飛行石の洞窟はほんとどうなるかと思いましたもんね。あれ、これ出て、こんなとこで出てくるんですか、もうワイバーンさんは。なるほど。テッシー頼むぜ、もう。よしよし。オッケー。ヘイスト強いっすね。癒しの杖でよかった。癒しの杖、まあ欲を言えば全員50回復ぐらいが欲しかったっすね。で、力の杖は謎。ギョーソースポイゾナ、これでバハムートさんに与えると、帰り道の方が遠いっすね。帰るまでが遠足ですよ。これでどうでしたっけ、こっちでしたっけ。違うね、あの下へめっちゃ行くやつで、こっちか。うわうわうわ、めんどくさいめんどくさい。お前はめんどくさいんじゃボケど。しんどけど。よし。ちょっとでも稼ごうとした私の、うん、なんていうのかな、セコさが裏目に出ましたね。よし、
多分大丈夫でしょう。ネズミの尻尾。情報聞いといてよかったですね。またこの一番最初のカオスの神殿と同じ曲ですけれどもね、また雰囲気と合ってていいですよね。バハムートがいると。持ってきました。そのネズミの尻尾こそ勇気と力の証だ。さあお前たちに称号を授けよう。勇者の魂よ、ここに集え。何の称号さ。え、戦士たちをクリスタルに祝福を。何も変わってないですけど。ドラゴンの部屋、真の行きを確かめる。え、なんかクリス…おお、かっこいい。かっこいい。魔法はないけど、そりゃそうだわ。ステータス、あれ強くはなってない。なんか装備できるのかな。白魔導士、お白魔導士、黒魔導士、ようやくなった。テレポとかこれで覚えられるのかな。ナイト、忍者、あーシーフは忍者なんですかね。アイスブランド、これ忍者は全部装備できますから。お装備できるじゃんか、いいっすね。じゃあこれは売っちゃって、売っちゃいましょう。防具も、あこれガントレット装備できるんじゃないですか。アイスシールドも、おお、おお、じゃあナイトの鎧も装備できる、かミスリル兜も装備できるんじゃないですか。これはテッシー、あーテッシーは多分カバウっていうのが出てきてるのかな、もしかして。わからんすけど、コマンドもなんか増えてると嬉しいな。ちょテレポ、テレポ、とにかくテレポ欲しい欲しい。話も変わったのかなこれで。あ姿もちょっといいですか。おおおお、3の忍者と一緒っすね。忍者になってるなってる。白魔導士がかっこいい。おお黒魔導士かっこいい。いいっすね。おお、ああちょっといい、ちょっといいね、いいっすね。まあでも順番普通にしよう。多分これで上から順に当たっていくやつだから。会話とかちょっと変わってるか気にはなるとこだけどもね。ドラゴンのとこ一旦テレポ多分これで変えるようになってるんだと思います。メルモンドですよね、テレポは。あとダテレポ、お金は多分貯まってるはず。よし6万。ナイトの鎧を装備できるか、そこが気になりますな。ライア、あ買えますね、大丈夫ですね。これ買える、おしよし買えた、よしよし。ちょっとあとダテレポがあるから左の方が早いか、右の方が早かったかな。同じぐらいか。
レベル 6? なんか他にも買えない魔法ありましたよね。6。レベルは6。ナイトの鎧も4万5000か。ちょっと足りねえな。アシュト。これ。はい。うわ、よし、変えた。ダテレポ。どういう、どう違うのかよくわかんないですけどね。オッケー。で、そうか、3変えないのなんかありましたよね。あれ、ないか。なんかあったよね。よーしよし。ちょっとあのおっさんなんか、手に入れてから変わったかな、セーフ。まあ、変わんないですね。武器はミスリル、ウィルム、グレート、アイス、これは売っちゃいましょう。ミスリルは売って、ウィルムもいらん、グレートもいらないと。あ、これでナイトが買えるね。でもアイスブランドの方が強いんだ。ちょっとこれは取っとこう。銅の腕は革の手袋は売っちゃいましょう。ナイトの鎧が装備できたら買ってきちゃおうかな。うん。銅の腕はいらないと。革の手袋、うわ、ルビーの腕は5万。よし、これでナイトの鎧、うわ、装備できん。なるほどですね。じゃあ何が装備できんのよっていうことですが、5833。そう、革の鎧が弱すぎ革の鎧弱すぎるんですよね。ちょっと待ってね、ポーション、あ、そしたらポーション買い込んじゃって、他鎧ってどっかありました？ここミスリル鎧か、ここで売ってるか。ミスリル鎧どうだったかな。あとはまあ、ナイトの鎧言うぐらいだから、そっか、多分あれが、多分ナイトの鎧が最強装備の説。いや、いいね、この4人、すげえ上級色。何これ、大きさはね、そんなに変わってないのよ。多分変わっ、そうですよね、変わっちゃったらね、戦闘とか困るから、そんなに変わってないんだけれども、なんか目かな、目が本気になってる感じだから、すごい強く見えるのかな。あー、すげえいい。黒魔導士とかね。あ、でもこれでようやく魔導士になれた。え、まだクラスチェンジできんのかな。クラスチェンジ言ってますけれども、ジョブチェンジか。ジョブチェンジ、あ、じゃあちょっと赤魔術師とかも変わったのか、もしかすると別の何かに。他にも職業ありましたもんね。あ、これすごいやり込み1だけど、結構やり込み要素的なことあるんじゃない。だってこれ1回のさ、1回のプレイだけじゃ全部見れないわけだから、本当に初めてやるならなおのこと。
なおさら。ここにミスリル鎧とか売ってる？メイル売ってるね。これそれ以上持てないぜ。あ、まあそうか。これ装備できたら嬉しいな。ライア革の帽子、ミスリルカブ、よし。じゃあカブとも装備できるだろう。はい、アシュトで、いやー、よし、こっからやでと。交換、違う、で装備、よし、よし、違う、こっちじゃないわ。42、まあまあナイトの鎧の分だけはさすがに仕方ないけれども、そうするとナイトの鎧これ買っといて正解でしたね。ほとんどやっぱりあのおかげで全部テッシーがね攻撃受け入れてくれてたわけだから、そりゃ固かったわけですわ。オッケー。そうしましたら、これでですね、なんかロボットが、なんか光っている、ペコさんでしたっけ？がなんか言ってたところに行きたいと思います。まあ先行っちゃいますか、そしたら。引く手だからひとっ飛びですね。うわー、敵出た。うーしと。うわー、いいね。攻撃回数は変わらないんですね。テレポ使ってみます。ボッケやる、まあいいや。戦闘から逃げられるかどうか、それも重要ですから。おお、いいね、いいね。まあこれは知らない。今は効果がない。そうっすか。で、使ったことになるのね。1回分。了解です。じゃあまあ、癒しの杖。でも、毒は受ける。おー、いいね、いいね。シグル、いいじゃない。でも、こう見えてもやっぱナイトの方がいいのかな。どうなんだろう。回復も特に変わらずか。心なしかなんか早くなった気がするな。 OK、 喜んでる。あ、ちょこっちで村まで行っちゃいましょう。エルフの下あたり、ちょうどまあ30分超えるぐらいになると思うんで、ここですね。滝のところになんかいるって言ってましたから。ワッチ毒、なんかもうあんまり下2人変えなくてもいいかなって順番むしろアシュトの方が今ルビー使ったから守備力高いっすよね。うわー、どうしよう。プロテスやっとくか。これはちゃんとやっとこうかね。サンガー92、まあまあですか。100、まあ食らうか、まあ食らうか。あー、そっ、こいつアイスブランドか。装備ってのはできないのかな、これ。プロテス入れといて、クイークはどうだ。効かなかった。あー、ダメっすね。あんまりって感じっすね。
ああ、ダメか。じゃあ、なんか、アイスブランド、どうなんだろうね。装備してた方がいいのかどうか。装備変えられないんじゃなっていうのがちょっとあるんですよね。よし。そうしましたらね、ペコちゃん。まあ、ペコちゃんパコかどうかちょっとわかんないですけど、宿屋泊まって、あの滝のところに行きたいと思います。あ、いたいた。あいついなくなってるのかと思っちゃったわ。そうか、石板の話もありましたね。今ここ通って思い出しましたけど。OK。それじゃあ、次回もぜひよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。デッシーでした。失礼いたします。